全国ユースフォーラムとは、文部科学省、社団法人青少年育成国民会議、独立行政法人国立青少年、教育振興機構が主催する青少年事業のことである。高校生世代を対象にし、国立オリンピック記念青少年総合センターで、毎年7月末に2泊3日の日程で開催される。全国47都道府県から約300名が参加。 学校、家族、友達、自らの将来などの身近な話題から、平和、環境問題、政治などのグローバルな問題、さらには、メディア、職の問題などの時事問題を、分科会という形に分かれて討議する。閉会後は報告書が作成され、文部科学省、ウェブサイト内に掲載されている。国立オリンピック記念青少年総合センターに、 通うことのできる首都建築から選出された現役高校生が実行委員会として組織され、毎年夏に開催される全国ユースフォーラムの企画、運営を全面的に行う。3月に第1回実行委員会が開催され、約4ヶ月をかけて企画、準備を行う。フォーラム当日は、 文化会の進行役や各種イベントの進行など参加者を全面的にサポートする。フォーラム終了後は成果や課題をまとめ報告書を作成する。文化会のページを含めほぼ全てのページを実行委員が執筆する。この報告書の完成をもって解散となる。人数は年によって異なる。2007年度報告書によれば実行委員は24名とされている。 ありがとうございます。